熊線延伸乗り方コンシェルジュ。七熊線延伸に伴い料金や乗り方が変わります。お客様に応じた料金や乗り方を案内したページを作成しています。左上の QR コードを読み取っていただくか、福岡市地下鉄ホームページ右上のボタンをクリックして料金・乗り方検索から確認できます。検索方法、まず乗車券の種類を選択して、次にお客様が利用される出発駅と到着駅を指定して、料金・乗り方を検索するとクリックすると、お客様に応じた料金や乗り方が表示されます。他にも延伸により乗車料金が上がった方への負担緩和策についての案内や、博多駅乗り換えの概要についてもご案内していますので、ぜひご覧ください。